ニンニクの皮を剥くのがめっちゃ嫌い。よし、こんなお肉巻くの初めてだ。いや、厚みやばい、カレーやばい。これやばいね。よし、それではタコ糸、めっちゃ長いの準備してきたから簡単な巻き方で巻いていこうと思います。よし、オッケー。もうちょっと強い方が良かったかな。底が深いのがこれしかないからちょっと不安ではあるけど、これで頑張って作っていきたいと思います。これやばいね、重さが。いいね、沸騰しました。じゃあこれ一回お鍋とお肉を洗います。重そう。おお。さっき切ったこれを入れて90分煮ます。青ネギはちぎっていきます。匂いがすごい、なんか。グツグツしてきたので落とし蓋をして90分ですね。今から90分測っていきます。長いけど頑張るんだぞ。さあ、あと30秒を切りました。部屋がとってもいい匂いがします。キュイ、長いことよく頑張りました。頭で助けていこう。だいぶ小さくなった気がする。よいしょ。さっきの工程、玉ねぎいらなかったらしいのに私間違えて入れちゃった。お肉がだいぶ縮んだので沈むようになりました。いや、でももっとねキュンキュンにしないといけなかったな。タコ糸がちょっと緩くなってる、横が。いやー、やっちゃった。うん、美味しくできてるといいな。
切るときが切りにくいかもしれない。では40分いきます。スタート。さあ残り30秒切りました。結構長いね。めっちゃいい匂いします。途中も何回かひっくり返してを繰り返しました。めっちゃいい感じ。 OK。 やばい、結構お肉がもうほろほろだ。よいしょ。一回お肉の周りをふくらし軽く、よし。じゃあこれを焼いていきます。油は敷かなくていいらしい。焦げ目がつくくらい、ね。めっちゃ美味しそうじゃない。うわー美味しそう。やばい、見て見てこれめっちゃ美味しそう。うわー、いいね。場所によってちょっと焦げが強いところがあったりしていいんじゃない。うわ、結構とろっとなってきたのでお肉を投入します。取れた。うわっ、あめっちゃ美味しそう。やばいこれ、プルプルだし。はい、ということで自家製のチャーシューできました。ご飯もね今炊いたばっかなので一緒に食べようと思います。あ、めちゃめちゃ時間かかったけどやっとできました。いただきます。お腹ペコペコだよ。あ、めちゃ柔らかくなってる。いただきます。うん、うん、おいしい。おいしい。個人的にはよくこの焦げたところというか焦がしたところの方が香ばしくて美味しいなと思いました。いやめっちゃ美味しくできた。めっちゃ時間かかるし手間もかかるけどこれは最高に美味しいものができました。ここまで見てくれてありがとうございました。もうちょっと汗めっちゃかいたのでお風呂入っていきます。バイバーイ。